上海美術館は中華人民共和国上海市にあった美術館。2012年12月31日に閉館し、美術館の機能は2010年上海万博の中国パビリオンだった建物に移動して中華芸術宮と改称された。上海美術館は上海人民広場の西北角に面し、繁華街である南京西寺の325号に建っていた。南は 上海大劇院、西は民展広場、東は人民公園と隣接し、北は南京西寺に面していた。美術館は1930年代のイギリス式の歴史主義建築に入居していた。建築面積は17,326平方メートル、12の展示室と講義室、会議室、美術図書館、資料室、ワークショップ室などがあり、 最上階には高級レストランがあった。この建物は1933年、上海疎開の競馬場のクラブハウスとして、パークロードに面して建設された。疎開の消滅後は、上海博物館や上海図書館として使用され、拡張、改築された。上海博物館が新しい建物に移転した後、2000年3月18日から、上海美術館が使用していた。 上海美術館は2000年に現在地に移る前の1956年から活動を続けており、4000点以上の美術品を所蔵していた。近代美術、現代美術に関する展覧会を企画するほか、2年に一度開かれる大規模な国際美術展、上海ビエンナーレの会場となっていた。ありがとうございます。